2010年時点のフィンランドの人口密度2005年時点のフィンランドの人口ピラミッド左が男性で右が女性であるフィンランドの人口統計ではフィンランド共和国の人口密度民族構成教育水準国民の健康経済宗教などについて述べるフィンランドの人口は約550万人であり人口密度の平均は17人 平方キロメートルである。これはヨーロッパではアイスランドとノルウェーに続いて3位の低さである。人口の分布は平均ではなく南西の小さな海岸平原や中央部に集中している。2、人口の多くが集中している。人口の約85%が都市部に住んでおり、うちオーヘルシンキ地域だけで100万の人口がいる。一方、北極圏のラップランドでは 人口密度がわずか二人、平方キロメートルである。フィンランドは、民族的には、やや単一な国である。主な民族は、フィン人であるが、歴史的な理由で少数民族として、スウェーデン系フィンランド人、サーミ人、ロマ人が存在する。移民により、ロシア系フィンランド人、エストニア人、ソマリ族も住むようになった。公用語はフィンランド語と、スウェーデン語であり、 うちスウェーデン語はフィンランド人口の5%がボゴア社である。13世紀から19世紀初までフィンランドはスウェーデン領であった。フィン人の73%が信者となっているフィンランド福音ルター派教会がフィンランド最大の宗教である。現フィンランドとスカンディナビアにあたる地域の最初の住民は資料最終民であり、現代においてその末裔である可能性が 最も高いのは以前ラップ人として知られていたサーミ人である。現代のフィンランドでは約4500人が生活していて少数民族として認知されており、北部サーミ語、稲荷サーミ語、スコルトサーミ語を話す。彼らは北極圏に7000年以上住んでいたが、現代ではラップランドでも5%の少数となっている。 19世紀末から20世紀にかけて大規模な移住が起きており、主に郊外からスウェーデンと北、アメリカへ移住していた。一方、フィンランドへの移住者はそのほとんどがヨーロッパ諸国から移動してきたものだった。人口重心2011年時点のフィンランドの人口重心フィンランドの人口重心は2011年現在、艦隊コールハメ県ハメエンリンナのサッペイ村にあり、 その地理座標は 6117N2507E である。2016年時点のデータは下記である。第二次世界大戦後にフィンランドで起きた人口と経済の大規模な転換はフィンランドの家族を大きく変えた。世帯は大幅に小さくなり、1950年時点では一世帯平均3.6人に、 なっていたのが1975年には2.7人にまで下がった。一方、家族構成はそれほど変わらず、1975年時点では、青年男性と、青年女性一人ずつの家族が24.4%、夫婦と子供の家族が61.9%、女性一人と子供の家族が11.8%、男性一人と子供の家族が1.9%で、ある。 これらの比率は1950年時点のそれと大きく変わることはなかった。一方、一世帯ごとの子供の数は1950年の平均2.24人から1980年代、中期の平均1.7人まで下がり、大家族がほとんど見られなくなった。子供一人の家族が51%、二人の家族が28%、三人の家族が9%、 4人以上の家族がわずか2%となっている。18歳未満のフィン人の人数が1960年の150万人から1980年の120万人に下がった。フィンランドの公式統計局であるティタストケスクスのデータは下記の通りである。2017年9月時点の統計は下記の通り。イコール推計結婚に対する態度は 第二次世界大戦以降、大きく変化した。最も顕著なのが、結婚率であり、1950年には1000人ごとに8.5件の結婚があったのが、1984年には5.8件まで下がり、人口増加を加味しても、結婚自体の件数が下がったのは明らかである。1950年には結婚の件数が3万4000件。 あったのが1984年には80万の人口増にもかかわらず結婚は28,500件しかなかった。結婚の減少の理由には結婚しないカップルが増えたことが挙げられる。1960年代末期以降、同居の慣習がどんどんと広まり、1970年代末には都市部における結婚のほとんどがオープンユニオンから発展したものとなっていた。 1980年代の推計では同性したカップの約8%が結婚しないまま死亡したという。オープンユニオンが結婚する理由は一般的には子供が生まれたか住宅を購入したためである。同居の慣習が広まった結果は今期が遅くなり結婚の平均年齢はそれまで下がり続けたが1970年代には上昇に転じ、1982年には 結婚年齢の平均が女性では24.8歳、男性では26.8歳となっており、どちらも10年前より上昇していた。しかし、フィンランド人の大半は結婚した。女性の約9割が40歳までに結婚しており、未婚のまま過ごすものは少なかった。一方、郊外では女性が不足していたため農民の一部が独身を強いられていた。 結婚の数が減少していった一方、離婚は1950年から1980年までの間で250%上昇した。1952年には離婚が3500件あったが、1960年代は上昇を続け、年間約5000件にまでなった。1979年には1191件まで増えたが、その後は1980年代前半に、 約9500件で推移した。離婚が増えた理由はいくつかあった。まず、フィンランドの社会において世俗化が進んだため、パートナーが適合しなければ、結婚は集結できるものであると見られるようになった。次に、社会福祉がだんだんと充実してきたため家族の役割が福祉に奪われるようになり、カップルが結婚の制度に頼らなくても済むようになった。そして、 政府が育児休業、児童手当、保育所の計画、保険計画と年金制度の改善などの政策を打ち出したため、子育てと親世代の介護に家族を必ずしも必要としなくなった。さらに、1960年代と1970年代における経済の転換期及び大移動と呼ばれた大規模な移民により、家族の間、 そして婚姻による関係が希薄になった。それまでの社会生活の方が破綻したため、不安定さが増し、また、夫婦の関係に亀裂が生じる、可能性が高くなった。2016年時点のフィンランドの地方自治体が使う言語。フィンランド語のみフィンランド語が、主。スウェーデン語が少数スウェーデン語が、主。フィンランド語が少数スウェーデン語のみフィンランド語が、主。 サーミ語が少数人種についての公式統計はない。しかし、言語、市民権と出生国ごとの人口についての統計は、ある。国際で推奨された基準では、人種が歴史的、地域的、または民族的起源への認識に基づくべきであり、また必ず本人の申告に基づかなければならないと、した。フィンランドの国勢調査が名簿に基づいたものであるため、 フィンランドは人種についての公式統計を出すことができない。フィンランド語とスウェーデン語が公用語として定められている。スウェーデン語はスウェーデン語を話す人口が多い。地方自治体では自治体の公用語になっていることもある。サーミ3言語はラップランドのいくつかの自治体で公用語になっている。フィン人はフィンランド語を話す。フィンランド語は フィンランド全国においてもオーランド諸島を除いて支配的な言語になっている。1990年から2015年までオーランド諸島を除いたフィンランド本土の言語ごとの人口は下記の通り。なお、使用言語で指定されているためバイリンガルという選択肢はない。フィンランドにおける最大の少数民族はスウェーデン系フィンランド人であり、2015年時点では29万人と、 なっている。スウェーデン系フィンランド人は、スウェーデン国籍の人を指すわけではなく、スウェーデン語のフィンランド方言を話す、フィン人を指す。しかし、スウェーデン系フィンランド人は、スウェーデン人ともフィン人とも違う、別の民族として扱われることもある。フィンランドの地方自治体は単言語か二言語で分かれており、スウェーデン語話者の大部分はスウェーデン語のみか、二言語の自治体に住む。 これらの自治体は主に海岸地域のポフヤンマー県から南海岸及びオーランド諸島に位置している。サーミ人はフィン人とはヒインドヨーロッパ語族であるウラル語族の言語を話すという共通点がある。最初はフィンランド全体に居住するがやがてフィン人の圧力でだんだんと北へ移動した。人口密度の低い土地に住む遊牧民であったためサーミ人は常に狩猟。 漁業、焼き畑農業などを行うための土地を見つけることができた。16世紀にはサーミ族の大半がフィンランドの北半分に住んでおり、キリスト教に改修したのもこの時期の出来事である。19世紀には大半がラップランドの一部に住み、それが1980年代でもそのままであった。サーミ族の集落が 最後に大規模な移動を行ったのは1944年にペツアモがソビエト連邦に割上された時であり、この割上の結果スコルツサーミ人600人が西方へ移動した。彼らが東方から来たことの名残にはその聖教会の信仰であり、サーミ人の残りの85%はルター派の信者である。1988年時点でフィンランドに4400人いる。 サーミ人のうち、9割が、エノン的を、イナリ、ウツヨキ、およびトナカイの放牧地帯であるソダンキュラに住んでいる。フィンランド政府の規定によると、サーミ語のどれかを話すか、他のサーミ人の親族であるものは、国勢調査でサーミ人として登録される。フィンランドのサーミ人は3種類のサーミ語を話すが、1980年代末には、 サーミ語を母語とした人はすでに少数になっているとされる。サーミ人の子供はサーミ語で授業を受ける権利があるが、教科書と資格のある教師が少ない。サーミ語で書かれた文書が少ない理由としては、サーミ語が3種類あることが挙げられ、これによりサーミ書語の共通した聖書法を定めることが困難である。1979年の研究では、 サーミ人の教育水準がそれ以外のフィンランド人のそれよりもはるかに低いがこのことも理由として挙げられる。旅行者用の小冊子や学校の教科書ではサーミ人が遊牧生活を送っていると形容しているが現代のフィンランドサーミ人で実際にそのような生活を送る者は少ない。ラップランドの郊外に住むサーミ人の多くが収入の一部を トナカイ放牧で得ているが、フィンランドに存在するトナカイ20万頭のうちサーミ、人の財産であるのは3分の1以下とされている。トナカイ放牧だけで食っていくにはトナカイが250から300頭、必要であり、この条件を満たすサーミ人はわずか5%である。多くのサーミ人は、農業、建築業、そして観光事業などのサービス業に従事している。一般的な、 フィンランド人世帯より平均で2倍の人数を有するサーミ人の世帯では収入源が分散していることが多い。また、収入のうち年金と社会福祉が占める割合はサーミ人がフィンランド人全体よりも高い。フィンランド政府は長年にわたってサーミ人の文化と生き方を守りつつ彼らが現代社会に適応できるようにしようとした。政府は サーミ人に対応するための組織やサーミ人の状況を調査するための委員会を設立したりした。一例としては1932年に設立されたラップ文化促進協会があり、1960年にはラップ人に関する諮問委員会を設立した。サーミ人も1945年にサーミリートを続いて1968年により、 積極的に活動したヨホティサブメラッザとを設立した。1973年以降は、定員20人で政府に助言するためのサーミ、人議会を設立、4年ごとに選挙を行った。国際間では1956年にノルディックサーミ、評議会が設立され、以降各地のサーミ人を代表して、コンファレンスを定期に開催した。サーミ書後は1992年以降、 エノン的を、稲リウツヨキ及び、ソダンキュラ北部で、公用語の地位を得ている。2009年、フィンランドに住む、サーミ人9350人のうち55%が、これらの地域以外に住んでいる。ロシア系フィンランド人は主に2派に分けて、フィンランドに移民してきた。そのうち、約5000人は19世紀と20世紀初期に、フィンランドが、 フィンランド対抗国として、ロシア帝国の地下にあった時期に移民してきた、ロシア人の末裔であり、二羽目は、ソビート連邦が解体した後に移民してきたものである。二羽目の移民が起こった要因の一つに、フィンランド大統領、マウノ・コイビストが行った、イングリア人を祖先とする者に、フィンランドへの移民を許可するという国際法の、被告権に基づく取り組みがある。2015年時点では、 約3万人がロシア連邦の市民権を有しており、約7万人がロシア語を防護としている。ロマニ人、または彼、ロマは16世紀後半以降フィンランドに存在している。ロマニ人は、その特別な服装、監修、および特化した商売により、悪目立ちしてしまい、フィンランドでの居住は快適なものではなかった。一般住民からも、 政府官僚からも常に嫌がらせされ、ロマニ人に対する最後の特別法が撤廃されたのは1883年のことであった。1980年代後半になっても、フィンランドのロマニ人5000から6000は未だに独立したグループのままであり、他の住民とは自らの選択及び他の住民の恐れと偏見によりほとんど隔離されていた。フィンランドのロマは、 他のロマと同じく社会において優勢なグループとは分けて済んだ。ロマにとって義理を尽くすべきのは家族とジップシー全体である。ロマとヒロマの結婚は珍しく、ロマの言語は1980年代にはそれを母語とするものが少ないにもかかわらず、部外者を追い出すのに使われた。ロマの社会における立ち位置は主に年齢と性別によって決定され、 年配者の男性が権威を有する。ロマには高度に発展した価値体系と行動考慮があり、宿藩などによりロマの制裁が行われると、それはフィンランド人の社会における法的と社会的制裁よりも意味が重いものである。ラップランドに集中しているサーミ人と違い、ロマニ人はフィンランド全体に点在している。 多くのサーミ人は日常では普通の服を着るが、ロマニ人は服装で識別できることが多い。ロマニ人の男性は一般的には長靴を着て、女性はベルベットの長いスカートを着る。しかし、ロマニ人はサーミ人と同じく遊牧生活を捨てて定住している。ロマニ人男性は、 数世紀もの間、馬の売買を商売としていたが、戦後のフィンランドに適応して、馬のブリーダー業や自動車ディーラー、金属回収業者などを務めた。一方、ロマニ人女性は、占いや手芸品など伝統的な家業を続けた。1960年代以降、フィンランド当局は、ロマニ人の生活水準を改善しようとし、その住みかを大きく改善させた。 ロマニ人の成人のうち約2割が読み書きできないという低い教育水準も職業教育などで改善された。1968年、ジプシーに関する諮問委員会が設立され、1970年にはフィンランドの刑法が改正されて人種差別が違法とされた。この改正により、ロマニ人をレストランや商店からの締め出し、 店主や警察による過剰な見張りなど露骨な差別が禁止された。フィンランドにおけるユダヤ人は約1300人で、うち800人がヘルシンキに住み、残りのほとんどがトゥルクに住んでいる。スウェーデンの統治期にはユダヤ人がフィンランドに定住することは禁止されたが、フィンランドが ロシア帝国領になると、ロシア軍に従軍したユダヤ人の退役軍人は自由に居住地を選ぶことができた。法律により、職業が制限されたが、フィンランドのユダヤ人は主に福利となって成功し、1890年には約1000人がフィンランドに住んだ。フィンランドが独立すると、ユダヤ人は完全な公民権を獲得、戦艦期にはフィンランドでユダヤ人が 約2000人居住しており、その大半が南部の都市部に住んでいる。第二次世界大戦中、フィンランド当局はユダヤ人をナチスドイツに引き渡すことを拒否したため、フィンランドのユダヤ人のほとんどが戦争を生き残った。1980年代までにフィンランド人との融合と他国への移住により、ユダヤ人の人数が減少、シナゴーグ学校、 図書館などの施設を維持する程度となった。フィンランドタタール人の人数はおよそ800人だった。タタール人が初めてフィンランドにやってきたのは19世紀中期にボルガ地域のニジニノブゴロドのタタール村から移住してきた時だった。タタール人はそれ以降フィンランドに残り、主に商業に従事した。タタール人は宗教、母語、民族の文化を維持しつつ、 フィンランドの社会に溶け込んだ。フィンランドの人口移動は中世にスウェーデン人が移民してきたことだけには終わらなかった。16世紀にはフィン人が出国してスウェーデンの鉱山で働くようになったが隣国に移ることが国を挙げての慣習となり1970年代まで続いた。ロシア領の時期にはフィン人約10万人が主に サンクトペテルブルク近くのロシアに移住した。19世紀の後半に大規模な移民が起き、フィン人が全ヨーロッパの数百万人と共にアメリカ合衆国やカナダに向かったこと。フィンランドは1980年までにアメリカとカナダに約40万人の国民を移民で失った。第二次世界大戦後、スウェーデンが近くで繁栄していたこともあり多くのフィン人がスウェーデンに移住した。 スウェーデンへの移民は初めゆっくりと起こったが、1960年代と1970年代の後半には、毎年数万人がスウェーデンに移住した。そのピークとなったのが1970年で、この年にはフィンランド人4万1000人がスウェーデンに移住したため、フィンランドの人口が減少した結果となった。多くの移民が、その後フィンランドに帰国したため、 実際の数字は計算できないが、戦後には約25万から30万のフィンランド人がスウェーデンの永住権を取得した。移民が主に若者だったため、フィンランドに残った労働者の質が下がり、出生率も下がった。フィンランド人子供のうち8人に1人がスウェーデンで生まれたという時期もあった。 スウェーデン系フィンランド人の人数も下がり、1950年に35万人、いたのが1980年には約30万人まで下がった。1980年代にはフィンランドの経済が好調だったためスウェーデンへの大規模移住が集結した。実際には、毎年スウェーデンからフィンランド人数千人が帰国してきたため、人口の流動が逆方向になった。 外部移動は長期的にはフィンランドの社会に影響を与えるが内包移動、特に第二次世界大戦の終戦から1970年代中期における内包移動はフィンランドの社会に最も影響を与えた。当時フィンランドの人口の半分が内包移動をした。第二次世界大戦以前の内包移動は数世紀にわたって 北方で集落を形成するために行われていた。しかし、19世紀の後半以降、遅れてやってきたフィンランドの工業化により、人口が郊外からマンに南部へ、雇用のある地域へと移動した。戦後の内包移動はソ連に活用されたカレリア地域のほぼ全住民の最低住に始まった。フィンランドの人口の10%を占めた40万人以上の住民が、 フィンランド各地で主に人口のより少ない東部と北部に移住した。これらの地域では新しく設置された土地がカレーリアから逃れてきた住民に提供された。人口のより多い地域では資産が接収された。この移住は数年間で終わり、結果としては工業化された国で逆に農地が増えたという現象が起こった。第二次世界大戦後、 経済の転換期にあるフィンランドでは大移動と呼ばれた大規模な移民が起こった。この大移動では住民が郊外、特にフィンランド東部と北東部から工業化の進んだ都市部がある南部へ移住した。郊外の住民が離れたのは農業と林業の機械化により仕事が少なくなったためであった。職を失った労働者は当時拡大していた工業と サービス業の仕事がある地域へと移動した。大移動は1950年代に開始したが、人口移動が最も激しいのは1960年代から1970年代初期に渡っての時期だった。この大移動で移住した国民の比率は、第三世界以外ではそれまで全く見られなかった高さであった。大移動により、郊外では放棄された農地。 減少した上に高齢化した住民しか残らず、一方南部では人口密度の高く、脱工業化した社会が形成した。この人口移動の影響は、下記の数字から見られる。1951年から1975年まで、フィンランド全体の人口は65万5千人、増加した。同時期には、 南部の小さなウーシマー州の人口が67万人から109万2千人まで増加、うち増加分の4分の3が他の州からの移住であった。フィンランドの南部5州の人口増が全国の人口増の97%を占め、中部と北部の州はわずか3%を占めたに、過ぎなかった。しかも、東部の北カルヤラ州、ミッケリ州、クオピオ州では、 人口が減少した。南への人口移動を可視化する方法としては、フィンランド湾の高校都市、コトカとボスニア湾の高校都市カスキ年の間に直線を書く方法がある。1975年、この線の南にフィンランド人口の半分が住んでいる。その10年前にも同じような線を書くにはその線を北に移動して、 線の南に約20%の土地を増やす必要がある。そして100年前にも同じような線を書くには線の南に倍の土地を含める必要がある。また別の方法には1980年時点ではフィンランドの南部国土の41%にあたる地域に約9割の国民が住んでいるという事実がある。人口統計2013年時点で フィンランド住民のうち外国生まれが299,263人で人口の5.5%を占めている。そのうち182,930人が欧州連合以外の国で、98,380人がフィンランド以外の欧州連合諸国で生まれた。フィンランド本土における移民の出身国は下記の通りである。元ソビエト連邦諸国。 エストニア、スウェーデン、ロシア、ソマリア、イラク中華人民、共和国、対王国、元ユーゴスラビア諸国、ドイツ2015年末の時点では、フィンランド福音ルター派教会が、フィンランド最大の教会であり、国民の73%がその信者となっている。2位の宗教は、正教会となっており、住民の1.1%が、フィンランド正教会の信者である。 ルター派信者は1900年では98%となっていたのが1950年には95%、2000年には85%と徐々に下がっていた。2015年末の時点では1.6%がその他の宗教を24.3%が無宗教か不明である。ペンテコステ派はフィンランドで約5万人の信者を有する。 伝統的に学会として振る舞っていたため、教会の統計には現れていない。イスラム教の信者は2010年時点では4万人だった。15歳以上の人口のうち、読み書きができる人口の比率という定義の下識字率は2000年の推計では100%となっている。2016年3月に発表された研究では、 データが足りていた61カ国のうちフィンランドの識字率が世界一高いという結果になっていた。研究は学校に行く年数、パソコンが利用できるか、図書館と新聞の数、識字率を測定する試験を判断基準として利用した。2010年、フィンランド国営放送は、ソマリ人移民の85から90%がフィンランドに到着した時点では、 読み書きできないと報じた。ありがとうございます。